安っぽい。アンリ氏、フルスアーセナルの2選手を痛烈批判。チャンピオンズリーグ、ポルト対アーセナルの試合が現地時間21日に行われ、アーセナルは 0-1 の敗戦を喫した。元アーセナルのレジェンド、ティエリ・アンリ氏は古巣の選手2人が失点の原因となり敗北したと批判した。アンリ氏が批判したのは、失点シーンに関与したアーセナルの FWW エウ・マルティネ・ビト・ダビド・ラヤだ。あと1分のところでボールを失った。ここはイングランドから離れた場所であり、自分の行動をもう少し明確にする必要がある。あれはカウンター攻撃時の安っぽいボールロストだ。GK のラヤについては、私はゴールキーパーではないが、彼は足をコントロールするための一歩が欠けている。飛びつくのが早すぎた。と、失点シーンの判断を批判していた。マルティネッピは正直最悪だったな。あれはアンリが怒るのもわかる。ラヤはまあ、難しいけど止めてほしいな。マーケった瞬間特にゴールの脅威を感じなかったのにスタッと入ったからな。跳躍のタイミングがおかしかったのとポジショニングが前すぎた。マルティネッピはああいうプレーが多い。いつも判断は悪いよ。シュートモーションが小さく、ミドルを打つ感じじゃなく打ってるからライスもそこまで詰められないし、裏へのパスを警戒した中なのでラヤの位置もしょうがないかな。マルティネッピ失点につながったプレーはいただけないけど、よく走るし、大一番に強いからな。ライスもラヤもダメだから失点したけど、マルティネッピのパスが通ってたら1点か試合終了かだったし。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。